フランスグランプリはフランスで行われる会一のレース。国際規模のグランプリレースとしては最古の歴史を持つ。1906年アッコフグランプリで優勝したシス20世紀初頭国別対抗戦として開催されたゴードン・ベネット・カップは各出場国3台のみが参加するというルールだった。当時自動車文化の中心地であったフランスはこの制限に不満を抱き、 ゴードン・ベネット・カップに参加せず、フランス自動車クラブが独自にレースを主催することになった。1906年6月26日から27日にかけて、ルマン郊外の行動コースで、第一回アッコフグランプリが開催され、フェレンクシスがドライブするルノーが優勝した。1920年代には、欧州各国でもグランプリが開催されるようになり、東国でのイベントは、 フランスグランプリと呼ばれるようになった。1950年に始まる、海一世界選手権においては1955年以外は、毎年開催されており、イギリス GP とイタリア GP に次ぐ歴史を持つ、多くのサーキットを利用して開催されてきたが、1991年以降は、マニクールサーキットに定着していた。しかし、マニクールの交通の便の悪さに加えて、 会一におけるフランスの影響力の低下といった理由から消滅の危機にさらされ続け、2008年10月15日にフランス自動車連盟が2009年度の開催をキャンセルしたと発表した。これによりグランプリ発祥国のレースが消滅することになった。その後、アランプロストラの協力を得て復活を目指し、2013年からベルギー GP と各年開催する形で、 ポール・リカール・サーキットでフランス GP が行われると伝えられた。しかし、支援を約束していたサルコジ政権が2012年の大統領選挙で退陣し、公認のオランド大統領は財政援助を否定。ベルギー GP のプロモーターも各年開催案が終了したと認めた。2016年12月5日、ポール・リカール・サーキットと2018年から5年契約を 結んだことが発表され、10年ぶりに、フランス GP が復活することになった。プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、トゥーロン市、バール県フランス自動車連盟が、財政的に支援する。1982年は、フランス GP の他に、グランプリの1カ国1開催のルールを回避する。策として、リジョン・プレノワにて、スイス GP の名を借りたレースが開催。 スイスは1955年のルマン24時間レースの観客死傷事故以降、国内のモータースポーツを禁止していた。このレースでは1982年のドライバーズチャンピオンとなるケケ・ロズベルグが初優勝した。第1世界選手権として開催された1950年以降の結果について記載する。フランス GP の開催地 AB。 第一から2018フレンチグランプリレースプレビュー FIA2018 年6月20日閲覧1921年と1929年にフランス GP を開催したサルトサーキットとは異なる国籍はフランスでエンジン部門もフランスにあるがチームの前身はベネトンであり本拠地はイギリスに置かれていた会1フランス GP 政権交代で復活に暗雲。F1-GATE.com。2013年6月18日閲覧。会1ベルギー GP、フランスとの革年開催が破談になったと認める。トップニズ。2013年6月18日閲覧。会1フランス GP。2018年にポールリカールで復活が決定。F1-GATE.com。 2016年12月6日閲覧。フランス GP 復活が正式発表。ESPNF1、2016年12月6日、閲覧。ABF1 最初のレースのため、実質的には初1950年から1960年まで、会一の一戦に組み込まれていたインディ500は除く、ファジオリとカンジョは1台の車両をシェアして優勝した。 フランス GP の中止が正式決定。会一ボス、7月5日のオーストリア開幕を目指すと、コメント。オートスポートウェブ、2020年4月27日、閲覧。ABC1931 年から1932年、および1935年から1939年に、行われた4輪モータースポーツにおける、最高峰の選手権。 現在の F1 世界選手権の前身にあたる。フランスグランプリが選手権の一戦として開催されたのは1931年から1932年、1935年、1938年から1939年。ABC1925 から1930年に行われた4輪モータースポーツにおける製造者に対する選手権。 現在の F1 コンストラクターズ選手権の前進に当たる。ただし、1928から1930年は対象となるレースの減少によりキャンセルされた。フランスグランプリが選手権の一戦として開催されたのは1925から1927年および1929年。ありがとうございます。